はい、こんにちは。即価塾の久保です。今日は8月21日朝7時前ですね。ミスターマヤミさんからの放送を返信させていただきますえ。今回のテーマっていうのは、ミスターマヤミさんがこれ一般公開していいですかって形なんですけども、うん、非常にですね、えー、いいというか、しましょう。<laughs> 今までしなかったのが不思議なぐらいで、私はね、会社の縛りとかがあるのかなと思ったんですけども、特にないようでしたら、作った動画っていうのをね、アップロードしないと損ですよ。 やっぱりどん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 アウトプットしていって多くの方にあこういうこと話してもいいんだとかあこの方がこういうふうなことしてるんだったら自分はこういうことしたいよねっていうふうなどんどんね刺激を与えていっていただきたいんですよねどんどん公開してください、えー、そしてですね私がまあ即あ果塾の中で、えー、いつもね大切にしているのがクイックレスポンスなんですよねすぐに返信するってやつですまあ遅くても12時間以内どんなに遅くても24時間以内ってことなんですよというのが何か疑問が生じたりね 何か知りたいなと思った時に多分メッセージって出すんですけどもこれが34日かかっていたら疑問が解決していたりね疑問のその解決というよりもの関心がなくなった頃に返信が来るってことになってしまうんですよ。まあ、例えば私の場合はももとと年 アフィリエイトってものを提供するためにアフィリエイトの教育をするために即可塾って始めましたんでこのアフィリエイトサイトを作ってる時にね質問が出てくるんですよあれこれどうだったかなってその時にメッセージをくれたのに返信が来るのがすぐ欲しいじゃないですかだからそれがねもうだいぶ時間経っちゃうともう熱が冷めた頃に返信が来てメッセージがめんどくさくなるんですよねせっかく自分でした質問なのにもうパソコンの前を離れて別のことやってる時に来てもしょうがないんですよねまあそういうい意味で 私が、ね、最初に心がけていたのは24時間365日。 えー、返信は10分以内というふうなことをね、えー、考えていたんですよ。まあ当時は本当にそうしていてメッセージが来たら例えばねパソコンの作業しててサイトの構築こういうふうにアフィリエイトサイト作ったんですけどどうでしょうかって時に返信あメッセージが来たら質問が来たらその場で回答動画を作ってパソコンのスクリーンショット撮って送ってたんですよ。まあ、ですんで、えー、熟成さんのね解決が早かったっていうのがあります。解決が早いってことはすぐ稼げるってことなんですよ。まあ、そうなんですよ私が気づいたのはインプットと アウトトプットの間隔がが短短ければいいほど稼げる可能性が高いってことなんですの、まあ、で,でね、これから即果塾のこの動画を見ていらっしゃる方も考えていただきたいのは学んだことをね、自分で止めるんじゃなくて学んだことをとにかくアウトプットすることアウトプットして一つのインプットが完成一つの学びが完成っていう考え方をね即果塾の塾生さんでしたら持っていただきたいかなと思うんですよ。さあ具体的に言うとどういうことかっていうと 自分がが新新ししくく知っったた気づきがあったそういうことは絶対にブログに書くもしくは Twitter で発信する Facebook に今日こんな気づきがありましたっていううに書くともしくはネットを全くやってないんだったらもうやってない人はちょっと考えられないんですけどやってほしいんですけどももうね隣の人に話すとかね今さネットでこういうふうな質問したらこういうふうな返信が来たんだよって話すんですよ。でアウトプットすることによって脳に刻まれるんですよね。 いや、それでも、アウトプットしたからって言って、脳に完全に刻まれるかどうか分かりません。だからそれを繰り返すんですよ。で、アウトプットしなければ、脳に刻まれるどころか、せっかく自分のいい気づきとか経験も過ぎ去ってしまうんですよ。で、お金になんないですよね、やっぱりね。まあ、そういうことを繰り返していった方がいいかなと思いますよね。うん。ですんで、これからね、どんどん、ミスターマイネさん、一般公開してください。そして、今までの私とのやりとり、全部公開した方がいいと思います。 えー、そのほかですね、えーまあ、山根さんとかねひろこさんとかミス、えー、FP ですかね f p 藤井この辺のやり取りもあったらその場でね例えば山根さんとやり取りするじゃないですかそしたら動画を作るんですよ「今日あマイアミから西アークラソンっていう岡山の小さな町にメッセージを送ったらこんな返信が来ましたいや嬉しかったですね」みたいな動画を作るんですよ。ね こういうことをやっていくと、もうね、自分の見たこと、聞いたこと触ったもの、食べたもの、全部が自分の発信するコンテンツ、第一次情報になると思うんですよ。そして、感じ方とか発信の仕方、一回ごとにむちゃくちゃ上手になっていきます。えー、ぜひね、そうしてほしいなと思います。今日はね、一個プレゼントします。それはね、高級石焼き芋で YouTube 検索していただきたいんですよ。彼はですね、1日に15本ぐらい動画をアップロードするんですよね。そして、 動画の再生数ゼロ更新なんですよゼロなのにやるんですよこの根性は他の速果塾受精にはないですよね、えー、彼はね絶対にですね YouTube で稼げるようになりますゼロ更新なのにやるとそしてゼロじゃないものも出てくるんですよそうなんですよ数千回っていうのもあるのがたまに出てくるんですよボーンとじゃあそういうふうなものにテーマを絞って今度はやりましょうっていう第2フェーズになってるんですよね 高級石焼き芋これで検索してぜひね動画を見ていいねボタンを押したりとかね、えー、していただきたいかなと思いますそれではですねこれからもそこから熟成の中の YouTube チームとでも言いますか YouTube を活用している方と一緒に盛り上げていきましょう、えー、私もね新しい職業モチベーターっていうのがあると思うんですよモチベーション人のモチベーションを上げるモチベーターねこういう風な職業もあると思うんですよ私はまあモチベーターっていう職業をやってるというよりもうん多分そういうふうに感じていただけることが多いと思うんであ モチベータータっってて職業ってこれかから出てくるかもしななないなと思うわけけんですけどね。ここもちょっと発信してみてほしいんですよ。世の中ではこれから10年の間に49%の既存の職業がなくなるって言われます。タクシーの運転手かもしれませんしコンビニのレジ打ちかもしれませんし職業はとにかく減るんですよ49%。その代わり新しく出てくる職業があります。そのうちの1つが私はモチベーターだと思うんですよ。人の気持ちを盛り上げてくれる人っていうのが職業になると思います。そうですね。あの忘年会会とかで宴会部長みたいいなのがいてね。 もうバカ騒ぎをするともうナンバーワンみたいな人がいると思うんですけどもそれの社会版なんですよ <laughs>。そういう風な人が出てくると思いますんで明るく楽しく新しい気づきをそしていつも返信が早いみたいなね反応が早いみたいなそんなモチベーターに私もなれるんではないかなと思ってますけども皆さんいかがでしょうかそういう風な職業ね新しい職業こんなもんがあるんじゃないかなあんなもんじゃあるんじゃないかなっていうふうに計算してみると面白いかと思いますちなみにね私のねスマホケース裏がねナンバープレートになってるんですよ なんかそこにあっったんでちょっとね見せてみましたけどあとね飲みかけのお茶これは今日朝サプリメントを飲むためにちょっとだけ残してるんですよね、えー、クレジットカードのケースでねこういうのなんか老人会が作ったみたいですけどねすごい使い勝手がいい他にもなんかないかなあこれひろこさんからね豆腐を送っていただいたんでなんかお礼をしないといけないなと思ってこれ住所のとこだけ取ってあるんですよ、うん、それから私の 使ってるバッテリーこれがね、すごい。2万アンペアぐらいあってね、iPhone がね、4回か5回ぐらい充填できるって振り込みだったんですけどね、メイドインチャイナでございます。かなり使える。で、そのソーラーパネルの充電器はこれ全く機能しません。でもダミーですね。使えないですね。充電したことは見たことがないです。という感じで、見たもん、聞いたもん、全部レビューできますね。以上です。